はい、皆様お久しぶりです。ちょっとね、収録久しぶりなんですけども、トモコレやっていこうと思います。さあ、まずはこの2人だ、見ていかないと。マルティナちゃんとガーソン。え、ガーソン、マジか。あのね、収録がだいぶ久しぶりになってて。あ、これ結婚かな、ついに。あ、いけスクールにプロポーズしたいのですが、どう思いますか？そう、それでね、収録がだいぶ久しぶりになるんですけれども、ね、ちょいちょい裏でね、進めておりまして、カップルがね、一組かそれぐらい、成立してますので、後ほど紹介しようと思います。このままでいこう。プロポーズをするタイム、スクールが今だ。今だね。オッケー。それでは、プロポーズに行ってきます。オッケー。この件に座らない？おー、ククール様、二度目の結婚やな。きれいね。オッケー。そうだね。よし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 。ホメロス。私とどっちがきれい？よし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 。これがね、いつもね、無言になっちゃうぐらい緊張するんですよ、これが。あ、実は大切な話があるの。次かな。よし、これはいいね。スムーズやった。どう？喜んで。おーし、おめでとう。で、今あのマルティナちゃんが着てる服なんですけど、これ実は50万もする王族の服ってやつで、でね、レベル20以上の子にはね、だいたい1回は着せてます。あの、使った金額ランキングにかかってくるんでね。50万もするんだよ、これ。頑張って買ったよ。結婚式、結婚式。そうなんで、結婚式早く終わらせて、ガーソンみたい、ガーソン。あとね、あの、ユキコちゃんとグレイグが今カップルになってますね。それぐらいかな。そうだね、前回のパートで、ユーナとコマジロウが結婚したんですよね、確か。かな。はい。まあ、あとはいろいろ友達になったりとかいろいろあるんですけど、あ、そうだ、一番かわいそうなのが、アーロンさん。また振られました、ジュリに。もう何回振られてんのみたいな感じだったの。おめでとう、マルティナちゃん。あと相変わらず、あのポーラの、あのポーラのこと、ちょっと待ってね。はい、キール。あの、ジェイソンは私のこと好きなんだっていう、変な自信は相変わらずでございます。あとね、あのイレブンの親友が、あの子になった、パイちゃん、パインちゃんになったっていう。そうなの、イレブンまだね、お友達パインしかいないからさ、ちょっと不思議な縁だよね。もうそのまま結婚しろって感じやけど、よし、そんな感じかなと報告できるのは。うん、あの、これお土産。おう、あ、散歩にゃん。オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。おう、レベル上がった。あ、トリもお小遣いあげとこう。もうガーソンが気になる、ガーソン。よいしょ。結構ね、ハートはと思ってたんだけど、もう結構みんな振られちゃってね、あのランキングがすごいことになってるので、ランキングも後で紹介しましょう。ということで、ガーソン、おはよう。なんだか私らしくないです。誰だ、やるとしたらポーラか。あ、ポーラか。いけ、いいよ。いや、もう勘違い女にはもう告白したでしょ。正統派でいこう。オッケー、じゃあ教室で、その前に着替え、そのままでいこう。いいね。初めて話した時からあなたのことが好きです。お、付き合ってください。どうよ。おー。
よし、とうとう諦めたな、ジェイソンのこと。ナイス、でも息子ですからね。いやー、いいですわ。もうおめでとう、ガーソン。うまくいきましたな。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとミニマムカップルな感じで可愛いよ。おめでとう。ありがとうございます。お礼にこれもあげます。あ、ありがとうございます。おー、旅行券なんてもらっちゃった。じゃあ、あとはね、あ、なんか喧嘩じゃなきゃいいんだけど、これ。あ、喧嘩じゃなさそう。お、イレブン？イレブン？おはよう。見て見て、パイちゃん親友になっとるね。たけしに。うん、いいじゃん、たけし。いけ。あとね、あのペルラちゃんとエマちゃんがお友達になったよ。不思議な感じだよね。ちょっと原作では嫁姑な関係なんですが。たけし最近全然かまってないな。結構早寝なんですよね、たけしとか。もう9時ぐらいには寝てるから早って思って。おおめでとう、おめでとう。でも実はたけしもパイちゃんに告白したっていう過去があって、動画にしたかわかんないけど、リンクとたけしがパイちゃんを取り合ったっていうのは動画にしたっけな。まあね、どっちも振られちゃったんだけど。あと、あ、せーにゃか。あ、見てこれ、猫耳かわいいっしょ。こまじろう、お、いいよ。こまじろうは世間話がいいかな。こまじろう、ちょっと意見おっさん化してるんですけど。ゆきこちゃんがすごい早かったな、ゴールインまで。で、ましてやね、あの親友にジュリちゃんっていう、彼氏と親友がほぼ同時にできたっていう、面白い感じなんですよ。オッケー。なんで、もう朝一とか、あの募金回収とかもやってますので、あとはミニュースみたいとかね、ランキングは結構変動ありましたので、それも見ていこうかなと思います。ちょっと待ってね、ガーソンが、あ、エマちゃん、エマちゃん、エマちゃんは今ペルラ母ちゃんぐらいしか。あ、すごい、超仲良しじゃん。嬉しい時、ほっときます。エビスマルもね、実はお友達できてますよ。ペルソナでお友達できてないのって今ちえちゃんぐらいじゃないかな、多分。うん、他のやつら友達できてるからな。そうだよね。うん、あー、ラブラブしてる。いや、でもポーラよかったね。お母さんにご飯あげてないか、ちょっとそれだけあげましょう。結構ね、食べ物の種類が増えまして、今日はエビチリ。うむ、あとはサラダかな。いただきます。鼻がムズムズするの。いや、ガーソンよかったね。もうこれ結婚したらもうおじいちゃんおばあちゃんよね。あと誰だったっけ、誰だったっけ、お腹空いてたの。せーにゃじゃなくて、あ、マルティナちゃんか。50万もするんだよ。超高かった。めっちゃ奮発したわ。ムーンのとっくりさん、ようこそ。いやー、いいね。ちょっとでもセーニャが未だに相手いないからな。あ、エビチリ好きそう、マルティナちゃん。あとは生春巻きかな。いただきます。ちょっとククール様の様子気になりますね。関係性どうなってるんだろう。よいしょ。おはようございます。ククール様、
せいに悲しい、なんだよ引きずっとるな。イベント朝一は今日は大丈夫でした。あ、そうだ、あとね、今日ねすれ違いをねやったの。ちょっとお仕事行く時とかね、お出かけする時とかに 3DS 持ってって、そしたらねなんかねこうサインが出てるんですよ。船が S やってきた、見る。はい、公開できるデータだといいんだけど、なんか住所とかわかるようだったら申し訳ないけど。あ、来てる。お、旅人流星さん、チェックスカートは見たやつ。ゲゲゲのゲーム島に旅人と輸入品がやってきました。旅人はいろんな島を渡り歩きながら旅をしています。旅人は少しの間島を観光してまた旅立っていきます。ゲゲゲのゲーム島にいる間は親切にしてあげましょうね。旅人の情報や旅人が今どこにいるか右下の交流メモで確認できます。また輸入品は服屋さんなどでは売っていない珍しい商品です。輸入品は輸入用品店で売られます。おー、ありがとう。で、こいつら旅立たないのか。あ、旅立った。もう行ってらっしゃい。あ、マリンちゃん旅立ってった。あ、ぜひマリンちゃんを見かけたらよろしくお願いします。声をかける。おはよう、スラちゃん。旅立ったからね、娘。マリンちゃんと出会ったらよろしくね。お、流星さん、旅人のところに行く。あ、ご飯食べてる。話しかけてみよう。こんにちは。ゲゲゲのゲーム島の管理人さんですね。はい。流星です。男の子だね。女の子に見えた。いい、あ、どうぞどうぞどうぞ。いいよ。ありがとう、管理人さん。あの空き地にテント張らせてもらいます。旅人ランクっていうのがあるんだ。テントってどこ？おお。いや、ちょっと持ってこう、ちょいちょい。DS。あ。あそこにテントが張られるのね。これね、全部施設出ましたね。ニュース速報です。はいはい。ゲゲゲのゲーム島に初めての旅人がやってきたことを受け、旅人の宿泊場所として空き地を開放しました。うん、この空き地には最大10人がテントを張ることができます。うん、旅人がテントを張っていたら積極的に挨拶をして友好を深めましょう。はい、またもし旅人が何かに困っていたらぜひ助けてあげてください。はい、長旅で疲れた旅人も、あ、そうね、以上、ニュース速報。オッケー、わーい。あ、ちょっと待って、じゃあちょっと新商品というか入会したみたいな。あ、チェックスカート網タイチュだって。かわいい。これはもう買ったもんね。よっしゃー、これは嬉しいよ。あきち、旅人はまだ島のどこかにいるようです。夕方、なるほどね。まあ、もしかしたらちょっと動画撮れないかもしれないんですけれども、まあね、ちょっとすれ違いでまた旅人さんを増やしていきましょう。もう一回話しかけよう。どうもごめんね。お、沖縄、へえ、地域沖縄だって。へえ、旅立った日2016年3月25、だいぶ前だな1年以上前。出会いも大切にしなさいと。そうだね。よいしょ、ちょっと待って、なんか上の方になんか灯ってたような気がするんですか。あー、いる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 、りょうたろうさん。お、誰だ。おはようございます、ジス。ジュリのことも、ジュリちゃん。お、まだ会えていないからね、いいよ。ジュリちゃんはね、すごい告白されてるんですけど、あ、アーロンさんだったり、あとは顔なしだったり、言わないね、相手いないんですよね。モテ女です、大モテ女。ほら見て見て、ユキコとグレイグ、カップルです、この二人。超好き。そう、すごいよね、恋人と親友、まだ二人しかね関係持ってないのにみんな深い仲になってるっていう、すげえよな。よいしょ、さあちょっとランキングを見ましょうかね。さあ人気ランキング、ルイージ、ゼルダ姫、スライム。あー、すごいな。この辺はやっぱ不動って感じだよね。でムーンちゃん10位か、やばい、神に抜かされそう。でてん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 といきまして、あ、こんな感じですね。はい、
本当ね、あの FF8 組があまりまだ絡んできてないっていう感じ。モテ男、いや強いね、ククル様。鉄鋼もしたしね。で、まあ、てん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 っていくと、マイナス組がいるんですけど、ジェフ誰に振られたんだっけな、ポーラに振られたんだっけな、確かそうだ、振られたんだよな。で、シルビアちゃんも、あ、そう、シルビアはね、セイニャに振られてますね。アーロンさんは、まあ、いろんな人に振られ、マイナス212っていう。さあ、モテオナ、おお、私が3位に。ちょ、私ね、一時期ね、あの1位になって、なってたんですけど、まあ、やっぱりゼルダ姫ガールは強いですね。抜かされちゃいましたね。ジュリちゃん、やっぱり上来るよね。モルティナちゃんは、一途の愛を貫きましたね。てん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 ていくて、あ、そう、ななこちゃんがね、誰だっけな、ゼルに告白して振られたんだよ。うん、っていうのがありました。お気に入りランキング、みんな平等に接してるはずなんだけどな。あ、こんな感じ。お金がかかる人、見て見て見て、こうね、あの王族の服を着せたことで一気にみんな値上がりしてます。もう70万ぐらい、やばいよね。でまだこのね、お金があまりかかってない子たちはまだレベル20じゃなくて着せられないのでって感じですね。はい、いやー面白い。あ、そうだ、ミーニュース見てないね、本日のミーニュース。あ、でもなんかちょうどいいな、時間的に。パン工房天城、ゆきこちゃん、なんか含まれてんだけど、やば。へえ。そんな。やられたって感じですのね。はい。辻のミーニュース。なんか人の顔したパンって食べづらくない、なんかね。アンパンマンぐらいだったらまだいいけどさ、人間の顔のパンとかすっごい食べづらいんだけど。あ、走ってる、走りづらそうこの服。さあ、旅人さんはまだきっとゆっくりされてるんでしょうね、喫茶店で。いやー、ちょっと次はあれか、スラちゃんが旅立つのか。わー、みんなよろしくね、出会った時は。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。